はい、こんにちは、勝俣博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら、電磁戦隊メガレンジャー、電磁合体デラックスギャラクシーメガということで、バンダイ1997メイドインジャパン、単4乾電池が2本必要ということです。はい、メガシャトルとメガシップが変形合体、3つのリアルサウンドが鳴る。はい、こんな感じです。側面ね、裏面こんな感じ、ちょっとガムテープついちゃってますが、ハゲもありますけども、まあこんな感じですね。はい、当時定価5980円、まあまあしますね、5980円。まあでも光って鳴りますから、それぐらいはすると思います。さあ、それでは見ていきたいと思います。じゃーん、あれちょっと欠品が多いなちょっと欠品が多いですね。説明書も入ってないし何も紹介できない、これじゃ。まあでも多分基本的なロボットにはなると思います。やべえ、これもう俺の記憶が問われるゲームだな。これ昔でも持ってて遊んでたんですよ、これで。足がね、これ なんで今やるかっていうと、あのスーパーミニプラで実は発売されてても、でもあのレビューしてる人はレビューしてるんですけど、俺もね買ってはいるんですが、なんかね届いてなくて、いつ届くのかなと思ったら、まだもうちょっと先みたいで、あ、多分これでできたね、さすがこれで完成ですね。電池どこに入れるんだろう、ここですね。ここにネジ穴がありますから、ここで普通に入れるのかな。よいしょ、はい、お、大丈夫そう。液漏れはナッシングですね。液漏れしてるとマジで終わりですから結婚の率で終わりですからね。電源オン、あれ、え、電源オンしたのに音が鳴らない、ダメ、もしかしてどっかボタン A を押すとエネルギーサウンド、え、ボタン A、 あっ、鳴った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 。だいたい昔のおもちゃってそうなんですよね。あの、あれどうするっけと思ったら押せば鳴るみたいな。今のおもちゃってだいたい起動音が鳴ったりオンオフでね、なんか鳴ったりしますけど、離しちゃうとダメなんですね。そしてこれが顔、メガシャトル、ここで発信できるみたいですね。ここに、ん？あれ？ここに、あ？こうして発信って書いてあるから、ここにつけれるのか。こういうことですね。で、発信して、さっきみたいに、剥がして、ウィーン。これすごいよね。画期的だよね。このおもちゃって、本当に。変形が。で、腕出して、もう足になってますからね。で、これを、どうやってやるんだっけ、これ。お、すごい、すごい、変形した。で、こうか。うわ、懐かしい。懐かしす。これ、ん？どうやるっけ？来た。できたー。なんかちょっとおかしいけど、あ、 OK、 できた、完成、ギャラクシーメガ。後ろこんなブラブラだ、あ、ここ、これで、これ歩行サウンドですね、 B は。へえ、可動はこんな感じでしますので、まあ多分今のスーパーミニプラのが相当動くと思います。なんかすごいね、これがデラックスロボっていうのが。本当あったら、あとは、メガサーベルとこのライフルが入ってて、ライフルここにね、なんかできたみたいですね。はい、ということで今日はメガレンジャーのロボット電磁合体ギャラクシーメガでした。デラックス版ね。スーパーミニプラまたレビューしたいと思います。それではまた明日。